映ってる映ってるよ。あはは、来てよかった。7時間以上かけてきたかい。やった、すごい。こんにちは、成沢です。運転中でございます。そんなこんなで秋田県まで行くことにしました。頑張って気をつけて運転してきます。今日は結構月が太い満月に近い状態なので、到着しても晴れる頃には月が煌々と照らされていて、まあ、大した星空は撮れないんですけど、その他のね、月明かりの中の風景ですとか、まあ、メインは朝方のネオワイズ彗星を狙っていきたいなと思います。過去に明るい彗星撮影したのってそれこそ2012年13年だっけ、アイソン彗星、ラブジョイ彗星が来て、あれがラブジョイ彗星が確か3等級ぐらいまで行ったんでしたっけ、確かそのぐらいまで行ったんですけど、その時はまだ写真始めたばっかだったので大した写真撮れなかったんですよね。で、次明るい彗星来たら絶対、まあ、R200SS っていうビクセンの F4 の大きな望遠鏡があるんですけど、それで彗星がっつり撮ってやるぞっていう風に決めてたんですよ。だから、まあ、今回はそういうずっと長く持っていた自分の思いがもしかしたらこう実現する日なのかもしれないです。だいぶ気合入って荷物もいろいろ積んでですね、まあ、せっかくの秋田県なので、
取れるものはいろいろ取ってこようかなと思っているんですけども、頑張っていきたいと思います。行ってきます。今信号赤だから。大丈夫大丈夫。お疲れ様です。内容 PA っていうんですか、読み方わかんないんですけど、山形まで来て今半分ぐらい走ったところですね。300キロちょっと。目的地を秋田県にしました。最初はウィンディーを見て八戸とかがいいのかなと思ったんですけど、ウィンディーって2つの側面で見れるんですけど、片方が八戸曇ってる予報だったので、まあ両方とも晴れてるエリアが青森から秋田にかけてのエリアだったんですよね。まあそれだったらまあ青森まで行くの大変なので秋田にしようかなってことで、今秋田県に向かっているところです。もう半分頑張るぞ。天気予報が直前で変わっちゃいまして、曇ることが分かりました。で、北上して青森方面に向かえばまだ晴れてるみたいなので、今時間が2時ぐらいで、3時からはもう彗星が昇ってきて撮影できるような状況なんですけども、あとまあ、1時間圏内でどこまで北上できるかわかんないんですが、ちょっと北東が開けてる場所もまだ定まってないんですけども、ひとまずまあ頑張って移動しようと思います。さあ果たして取れるでしょうか。頑張ります。いやマジかよ、直前で天気予報変わるとかなしだって。マジか、これで取れなかったらやだな。くそ、絶対取ってやるぞ、絶対取ってやるわ。はい、到着しました。あ、ここいいんじゃない。あ、めっちゃいいじゃん。なんか見える見える見える、もう見える。じゃ撮影していきます、行ってきます。映ってる映ってるよ。来てよかった。7時間以上かけて来たくらいだった。すごいすごいよ。彗星バッチリ映ってる。すごい。
ライジングソン。おー、今日も終わったか。お疲れ様です。風が強くてすいません。撮影終了になります。無事ネオアイズ彗星をゲットすることができました。いやー、本当によかった、本当によかった。最初、秋田が晴れそうだってことで、まあ間違いなく晴れるはずだったんですけど、到着してみると曇ってて、あれおかしいぞと思ってもう一回調べ直したら曇る予報に変わってたんですよね。その時は1時半ぐらいかな。で、2時にはもうセッティングしたかったんですけど、そこからまあ移動距離1時間半以内で、行けるところを探して、まあここに来たっていう感じですね。まあ風車もあったりとか、ね、こうやって風車もあったりとか、あと、風車が見えない。風車が見えない。まあこうやって風車があったりとか、結果的に北東の方角がちゃんと晴れている、開けているところだったので、万々歳だったんですけど、こういうところはまあ来てみないとちょっとわかんなかったんですけどね。なんとかこういう場所を探し当てれて、よかったです。で、まだこの子がまだ、撮影してるんですけど、この子が。この子はタイムラプスで、ホーリーグレールをやってるところですね。水星のタイムラプスを撮りたかったので、まあ、それを撮ってる感じです。まあ、そんなわけですね。なんとか、初めての肉眼水星、無事ゲットできてよかったです。本当によかった。ネオワイズ水星は、今はこうやって朝方見えてますけど、来週になると、夕焼けの中で見えるようになります。で、その後夜も見れるようなんですけど、明るさがやっぱりね、水星って、急に暗くなったりするので、まあ、この明るさがキープできるかどうか不安だったので、今日はまあ、東北、北海道が晴れるっていう予報でしたので、まあ慌ててこうやって来たっていう感じですね。来週以降ももうちょっと長続きしてくれるといいなと思います。というわけで今日はですね、久しぶりの Vlog、撮影 Vlog になりますけども、これにて終了となります。無事、水星の写真が撮れて、とりあえず今日は往復3万、高速代とガソリン代で往復3万の価値はあるのかな。とりあえず来てよかったです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。